な業務スーパーのノーシュガーバナナチップスを食べたいと思います。以前食べたバナナチップスよりもさらに甘さ控えめということなんでしょうか。袋は同じタイプの色違いなんですけど、果たして味はどう違うのか今から気になりますね。中身は、はい、以前食べたバナナチップスとあまり変わらない気がするんですけど、果たして味はどうなのかな。ではいただきます。ノンシュガーなので甘さはと思ってたんですけど、これちょっと方向性が違いません？バナナのチップスとしてのカリカリした食感は確かにあるんですけど、甘さはこれシュガーじゃなくて塩になってるから、ちょっとピリピリ辛くてポテトチップスに近い感じです。まあそれはそれで美味しいとは思いますが、自分が思っているバナナチップスとは違うかな。量も多いけど、ちょっとだん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 口の中が塩辛くなってくる。予想してない味わいだ。水とか用意してないんだけど、一気に食べるのにはシュガー入りよりも向いてない商品ですね。詳細についてはこの後説明します。ごちそうさまでした。なんだろうな、確かに砂糖はかかってないんですけど、その代わり塩がめちゃかかっているので、なんかバナナ本来の優しい甘さをとか書いてるんですけど、全然それが感じられない。塩のピリピリとした刺激とチップスの香ばしさは感じられるので、まずくはないんですけど、これだったら普通ただ単にポテトチップスでいいんじゃないかと思わずにはいられなくなってきました。塩の刺激とカリカリという音は楽しめましたが、肝心のバナナの味がほんとどこかに行ってしまっているので、ちょっとバナナ好きな自分としては次はないかなと思う商品ですね。ただ甘いよりも塩気がある方が好みという方もいらっしゃると思うので、自分今回食べたこちらのノンシュガーバナナチップスは3点とさせていただきます。納得いかないなーっていう商品です。それでは夏の日やまるで砂漠の日の下、いやいや砂漠みたいに乾くぐらい暑いってやばいでしょというわけで、本日は業務スーパーのノーシュガーバナナチップスを食べてみた動画でしたが、あなたは気になりました？もし気になると思ってくださったのであれば、高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ではまた次回の食レポ動画でお会いしましょう。演武終演。